まあ、あの昨のの動画でコメントできた中で、えー、靴が綺麗な状態で発見されたというところに皆さん敏感になっている人が一部いるんですけど、えー、それに関してはもう2年ぐらい前に、このジェイド・アタデロアタ、まあ、アデテロ君って呼んでましたけど、多分ア,アタデロ君なのかな、えーで、アタデロって名字なので、えー、ジェイド君なのかもしれない、ジェイド,ジェドア・アタデロ、えー、君の,その失踪、 失踪事件がそっくりで、えーそのね、あの発生の要因,要因というか、発生の状態、まあ、これほぼ山というかキャンプ場なんですよ。キャンプ場の近くで、えー、キ,ャキャンプ場イコール山で、山でありキャンプ場なわけねで。道志村も同じなんだよ、ほぼね。山でありキャンプ場。で見つかった場所は山と言ってもいいし、キャンプ場と言ってもいいの。あれだって山イコールキャンプ場だからね。 らほぼ一緒、しかも失踪後3年半ぐらいで見つかってます、えー、小倉美咲さんは2年とちょっと、まあ、3年ぐらいでしょで、同じで、同じように靴が綺麗でびっくりしてるんです、第1発見者が靴が綺麗で、えー、びっくりしてるんです、第1発見者2名いるんですけど、ね、その人たちが靴が綺麗だから、その辺で男の子が遊んでるんだろう、誰か落としたよみたいな感じで言ったら、実は失踪事件の男の子の靴だったということで。 ね、だから、あのー、靴が綺麗っという感想を持っちゃうとこれ事件であろうが事故であろうが3年ぐらい経って、えー、劣化してるバージョンもあるし劣化してないバージョンもあるということ、ね、で劣化してないバージョン自体が不思議なことではないですよという動画を3年前に作ったんでだから、ね、靴が綺麗だったということに頭がとらわれている人っていうのはあんまり気にしない方がいいというかそういうケースは、えー、ありますということで。 一本動画を撮りたいいと思います2024年の9月22日午前7時17分を待ったところです、王心理会の大和須大志でございます去年の5月28日に行って、あの現場が、ね、ど,れどれほど変わって,んのかっていうのかに思って行ったところ、あのほ,ほぼ変わっていない、<laughs> だからびっくりしたんです、こ,れあのここで失踪してるので、アメリカの場所っていうのは、こういうふうに、ね、子供にと一緒に来ているときの注意喚起をしてるんですよね。これ こういう立派な看板を立ててるんです。ほら。ジェイド君が失踪したところの場所のほら、ところに、<coughs> これ、ジェイドアタデロって入れるといろんな白出てくるんで、これ有名、本も出てるし、YouTuber とかが取り上げてるので、かなり参考になります。で、みんな行ったりとかもしてるんで、まだこれ未解決なんですね。これ未解決事件。で、あの、 あのこういう看板があり、えー、これ,、ねこれなん、なんて書いてるか直訳すると、えー、まず子供,子供から目を切るなと、えー、先に行かせたり、後からついてきてってのをや,やめなさいと、一緒に行きなさいと、で子供は、えー、明るい色のジャケット着せろと、フード付きの帽子があるやつね。でいきなり気温が,下がる 下がることがあるのでそういうものを着せとけとで暑かったら脱がせといてリュックかなんか背負わしてそこに入れとけみたいな感じですね多分ねでホイ,ッスルホイッスルをやりなさいとねでホイッスルを持ってきなさいあとはポッケの中にそういう小さいスナックとか、えー、そういうキャンディーとかそういうものを入れときなさい、ねでえー、道に迷った時はこう,こういうふうに子供に言えって言ってるの、ね、まずは1番落ち着いてください <laughs> で必ず見つかるよと、必ずあなたは見つかるんで、迷ったならば、まず一旦落ち着けと、ワンステップとしてね、でその 2, 2ステップ目として、その場にい,ろいなさいと、見つかるからその場にいなさい。<laughs> ね、<laughs> できれば、その空き地の近くの木とかね、そういうところに抱きついてとかその木のところにいてくださいみたいな感じね。で 暖かく過ごしましょうと、ジャケットを着て風から身を、だからとにかく低体温がやばいのでこ、のこの子が失踪したのは10月2日なんで、美みさ,きさんと大体同じですけど、多分もっと寒かったでしょう、おそらくね、もっと寒いと思います、ここ。着ているものがもう寒いので、寒い時の格好なので、多分もっと寒かったと思いますけど。<laughs> でえー、想像し、だから常に騒がないで、えー、たまにひあのフ,リフレーケンタリーと書いてますけどひあの周期的にというかひあの周期的に大声で助けを求めたりホイッスルを鳴らしてください。と <laughs> いうふうに、えー、要は注意喚起をするうそういう看板とか立派な看板を立てて あるんですよこれなぜか全米でもかなり有名な事件だったから <laughs> これによっていろんな逮捕者とかもいろいろ出てるおこれ同じなんですよ、えー、それをやってきたんですけどジャリットジャリットかジ,ジ,ジェードって見えるけどジャリット・アタデロの死っていうウィキペディアこれ直訳なんで変なところもあるかもしれないですけどジャリット・アタデロは1999年10月2日コロラド州アラー・ パホ・ルーズベルト国有林の一部であるビッグサウストレイルでキリスト教の社交グループとハイキング中に行方不明になった3歳のアメリカ人少年だった彼の遺体の一部は2003年5月6日にハイキング旅行中に2人のビジネスマンによって発見されたアタ・デロの失踪と殺害は未解決事件であり 少年の死因が公式に分類されたことがないことから特異な事件として注目されているピューマの襲撃として報道されることが多いが猫か動物の専門家は発見された遺体はピューマの襲撃の典型的なパターンに当てはまらないと主張している他の専門家はアタ・デロは誘拐され殺害された、えー、被害者であると信じていたコロラド州 の子供美人コンテスト出場者ジョン・ベネ・ラムゼーの事件をめぐるセンシェーショナリズムの影響もありメディアはアタデロの捜査に大きく関与した <laughs> 若い頃ジャ,ジャリット・アタデロはアリン・アタデロと <laughs> ママッキンマステイシー・マッキーシックの3歳の息子で当時6歳だった姉の えー、ジ,ョサジョサリン・アタデロがいた。アリン・アタデロは離婚経験があり、2人の子供を育てており、最近、えー、地元の宗教クラブであるクリスチャン・シングル・ネットワーク・グループに参加したばかりだった。このクラブはシングルファザーであるアリンの日常生活、 を助けることで知られておりアタデロ一家はクラブが主催するグループ活動に深く関わるようになった地元の中学校で体育教師をしていたアリン、えー、自身も宗教的な信仰に、えー、慰めを見出していた失踪1999年10月2日,です、ね、2日アリンは、えー、2人の子供とともに、えー、アリンの双子の 兄弟であるアリン・アタデロが <laughs>、えー、所有する商業ホテルプ,プードルリバーリゾートに滞在していたジャリットとジョ,リジョ,リジョサリンはクリスチャンシングルネットワークグループのメンバーと,と一緒に近くの州,州立魚類不可乗ちょっとわかんない <laughs> 州魚類不可乗への遠足に行きたいと思っていた アリンは当初乗り気ではなかったがグループが孵化場に行くだけだと言ったので約束を守ると信じて同意した孵化場への遠足の途中でグループの11人のメンバーとジョ,リジョサリンとジャリットはリゾートから西に15マイルのビッグサウストレイルを午後の早い時間にハイキングすることにしたこの決定が下された理由は不明だがアリンはコロラドの山々であの 素晴らしい青あ秋の青空の日だったと述べ、えー、天気が良かったことが要因かだったかもしれないと述べている。ジャリットの失踪に至るまでのトレイル上で起こった正確な出来事については様々な報告がある。一般的にはグループは、えー、道中でペースの速いグループと遅いグループに分かれ、ジャリットは一緒にいたグループの前を走ったとされている。 少年は2人の漁師と立ち止まって話し,ているしたと伝えられている。漁師らは捜査官に対し、ジャリットが1人,でいると1人でいることについてはあまり気にしていなかった。なぜなら彼らは道を50から80フィート下ったところで、クリスチャンシングルネットワークのグループを見ていたが、ジャリットが彼らの誰とも親族ではないことに気づいてなかったからだと語っている。 両親らがジャリットを最後に見たのは隣接するキャンプ場の近くの道を、えー、急いで歩いていた時だった <laughs> クリスチャンシングルネットワークグループのメンバーとジョ,ジョサリンはこのあとすぐに大きな叫び声を聞いたジョサリンによると先 叫び声にはほとんど脈絡がなく誰かが襲われているあるいは誰かが誰かと遊んでるようなふざけたような叫び声で誰かがジャリットに近づいてタグをつけようとしているような,ひな響きだったグループのメンバーはジャリットを言って 1> 約1時間捜索し、その後リゾートに戻ってアリンに失踪について知らせた。アリンは精神的に参ってしまい、自分の胸を叩きながら車に乗り込み、彼らは私の赤ちゃんを失った。彼らは私の赤ちゃんを失ったと何度も叫んだ。リゾートのマネージャーはラリマ軍保安官事務所に電話し、捜索救助隊が派遣され、 サインと一部のジョジョサリンを、えー、慰めアパッチという名の警察犬の1匹を撫でることを許したこれなんか直訳だから変ですけど別のやつで見ると、えー、まあそのなんか家じゃないところの,そのところに泊まっててそのシングルファザーで2人の子供を、えー、面倒見てたんですけどその お父さんがねお父さんが見てたんですけどそのお父さんの兄弟の、えー、双子の兄弟の、まあ、姉なのか妹なのかわかんないんですけど <laughs> 人がそのグループのメンバーでだから親族一応親族であるおじさんおばさんだおばさんが連れてったんで,でそのおばさんが連れてった時にトレッキングに行くっていうことは言わなかった。その 不なんか,過剰か分からないけどこれ直訳だから変だけどそこの魚かなんかを見に行くということでそのあのネットワークグループの人たちがそういうイベントを開催してるんでそこに連れてくよっていうことなので自分もそのねその団体に 属しているのでだからまあそこだったらその室内だしそういうなんかあ室内かわかんないけどそういうところに行くだけだからっていうことで、えー、自分は疲れていたかなんかであのその日はお姉さんに任せたんですその双子のねだから親類がいなかったみたいな、えー、書き方してますけど親類が連れてったんです親類っていうかおばさんが連れてったんです ただ、それ連れてくときにはトレッキングするっていうことは言ってなかったので、なぜかトレッキングに行っちゃったっていうね。しかも、そのトレッキングっていうのは <laughs> あの山、山じゃなくてキャンプ場に隣接した、<laughs> そんなに激しい登山じゃないみたいな感じで、ね、だから子供も行けたと思うんだけどね。で、これあの、うんと、胸を叩きつけながら、私は、 わた彼らは私の赤,赤ちゃんを失った、失ったってなんか変だ直訳すると変だけどその,その当時の様子を本人,本人が動画で言ってます、これ調べれば何,何本も動画出てきますがそののお父さんジャリットのお父さんのジャリ動画があるのでそれを見,見たほうがいいです、何本か上がってるんで、えーまあ、とにかく、ね、急いでそこに現場に駆けつけたうようなイメージです。 だからこ,ここはあんまりま、あのー、変ですここ。ここをピックアップするのが変。それ以上の重要な情報がいっぱいあるのになぜかここだけをピックアップするのは変。<laughs> しかも赤ちゃんじゃないです。一応まあ3歳なんで幼児ですね。<laughs> で、この警察犬は K9 ですね。K9 で結構実績があるう、あのー、あ警察犬というか災害救助犬ですね。災害救助犬。 で多分あの2人いたんで姉,姉と弟なんですこの姉もですねあの大きくなってから2 0 1何年にあの出演してますんで YouTube 等にね YouTube に出演してるんでお姉さんも、えー、あの出てきてます最終的にね <laughs> で6歳の当時6歳だったお姉さんも大きくなってから出てきてますが、ね、このお,お姉さんを落ち着かせるためにその ね、これ撫でていいよっつってその捜索隊が犬,犬でやったみたいですけどねでその捜索隊の犬があの発見できなかったんです基本的に <laughs>、ね、だから私は捜索犬の犬の話が出てきたと2年前出てきたときに、えー、捜索犬で調べてそのつながりでミシング411っていうのは午後に失踪するとこれ午後にトレッキングしてるんですけど午後に失踪するという特徴があるんですよ 美咲さんもそうでしょだから失踪していなくなるっていうのはいろんな11個ぐらいの特徴があるんだけどその中で時間帯が午後になることが高いんです。<laughs> 高いまあそれいろいろ理由があると思うんだけどたまたま結果的にそうなってると思うんだけどすぐに天候が変,変更する <laughs> 午後にあのかなり合うんですね11個のちょっと私の動画の前のやつ見れば分かるんですけど午後に失踪しその後天候が急変するみたいなこれ,これも同じ。 これも同じなんですよあのいろんなミッシング411で出てくる失踪例としては、えー、かなり重なるその中でドイツ人が多いとかってねドイツ人を子孫に持つ人が多いとかっいうのも出てくる <laughs>、ね、だからで遺伝的なものとかその国民性とかもかなり出てくると思うんだけどその失踪しやすい条件としてね <laughs> で、えー、ちょっと次いくかうん <laughs> と 最近引退したラリマー軍保安官事務所の次官、えー、ビル・ネイソンがジャリットの捜索を担当し絶対に彼を見つけられると思ったと彼は言った確かに幼い子供だったが私は我々スタッフがそこに入りこれまで何百回もやってきたようにその人を見つけることができるはずだと考えていた泣いたり近くのどこかに隠れたりしている子供を見つけるのには数時間かかるかもしれないが真夜中までには終わるだろうネイソンは真夜中 真夜中直前のに車に戻って少し髪をを取りスタッフに少年を見つけたら起こすように伝えた、えー、翌朝ピックアップトラックの助手席で目を覚ましたネルソンはジャリットがまだ見つかってないことに気づき心配になった最初の検索 <laughs> まあ初動捜索だと思いますけど ジャリッドアタデロの徹底的な捜索が行われたか、捜索自体はマスコミの熱狂が高まるなど、複数の困難に阻まれた。さらに、ジャリッドの捜索に使用されたヘリコプターが墜落し、搭乗していたチームが重傷を負い、えー、ヘリコプター自体も破壊された。捜索に選ばれたのはワイオマ、マイオミング州ジャシャイアンの e F.E. ウォーレン空軍基地のヒューイ。 UH1N ヘリコプターだった同期は給油のためにフォートコ,コリンズラ,イラ,ブラ,イラブランド支援空港に飛んだ戻ってきたヘリコプターは燃料の積み込みと山の状況に苦しみ失速して100フィート落下しビッグサウストレイルに墜落した同期には空軍の隊員 4, 名と4人と ラブランド在住でラリマー軍捜索救援隊員のマーク・シートスが乗っていたシートスは同乗する予定ではなかったがマネージャーのジョージ・ジャンソンの交代勤務を担当していたジャンソン氏は地上捜索計画の策定を手伝うためにシート氏とクルー氏と一緒に飛行する提案したするよう提案したシート氏によると私はインターコム インターコムで今すぐコードを上げる必要があると伝えました副操縦士が分かっていますが無理です突入しますといったのを覚えています <laughs> と同氏は語った私にとってそれは衝突に備えるという意味でしたシートは座席に座っていな,いなかった唯一の、えー、乗組員だった彼はドアを開けたまま床に伏せていた、えー、彼はローターが 木のてっぺんにあたり、ヘリコプターの破片が森に飛び散るのを見た。彼はドアを閉めようとしたが、切断された木の枝が突き抜けて、登場していた空軍の医師にあたり、医師の眼,眼底を骨折させた。 ちょっと読み方違うかもしれないです。シートによるとヘリコプターは分解を続け機体は3つに割れトレイルに墜落したまだ作動していたジェットエンジンは燃料が尽きるまで数時間稼働し続けた空軍の乗組員はヘリコプターから脱出できたがシートは閉じ込められた <laughs> 近くにいた、えー、捜索救援隊が墜落したヘリコプターに駆け寄り窓を蹴り破った 意識不明のシートを何とか引きずり出したシートは重度の脳震盪を起こし,しちょっと名前あの漢字の読み方は違うかもしれません、えー、片足に1 3ンチの切り傷を負い大腿骨を露出した <laughs> また腰椎3つと、えー、肩の骨折も負ったシートは精神的に不安定だった2017年のインタビューで彼は取り乱しジャリッドを助けて 何か役立,ち立つことをしたいと思っていたと回想しているシートスは2017年に引退した <laughs> ラリーマー軍保安官ジャスティン・スミスは捜索中警察署の巡査部長を務めておりジャリットの失踪をめぐるメディアのセンセーショナルな報道の激しさを振り返った テレビ中継や新聞社はこの事件をコロラド州を拠点とする別の未解決児童失踪え、未解決児童事件である地元の美人コンテスト優勝者ジョン・ベネット・ラムジェの死と比較した2日目のし、えー、最初の瞬間から私たちが直面している問題にすぐに気づいたのを覚えていますとスミスは語った捜索隊がタンカーで運び出され 夜通し、夜通し、行方不明の子供がおり、空軍が墜落現場を封鎖していた。感情的に圧倒され、関係者全員の目にそれ,それが現れていた。コロラドハウェイ14号沿いには、一度に17台の衛星放送トラックが並び、毛皮コートを着たキャスターが歩き回り、誰もが情報を求めて電話をかけてきた。 霊能力者は捜索隊がジャリットを見つけられる場所を知っていると主張した。裸足の男,男がロバを連れて捜索現場に現れ、ジャリットを追跡しようとしていた。アメリカンインディアンが儀式を執、えー、り行い、山に少年を引き渡すよう求めた。<laughs> この辺そっくりですよね。 ね、馬連れてきたり、子供連れてきたり、犬連れてきたりね、霊能力者がいろいろ言い始めたり、テレビがわー入ったり <laughs>、ね、他の児童失踪事件と絡めたり、ねあのー、そういうこと、それが、えー、もう、えー、この辺がそっくりですよね。<laughs> 捜索隊は川岸や急斜面をくまなく捜索した。ダイビングチームは、 えー、狭く流れの遅い川に残された小さな水たまりを覗き込んだ飛行機が上,上空を通過したジャリットを発見することはできなかったそれは竜巻ハリケーン私たちの人生で最大の嵐となりましたとアリン・アダデロは述べた当時私は当時彼らを批判していました生き残る状況ではできることは全てやってほしいという 思うからです時にはもっとできることがあったのではないかと思ったこともありました少年が現れる気配はなく捜索は徐々に終わり事件は迷宮入りした人骨の発見2003年ビジネスノーマンのロブ・オブ・オズボーンとギャレ,ギャレス・ワッツはビッグサウストレイルの近くのプレードレ・キャリオン・ 地区を一緒にハイキングしていたとジャリッドが失踪した時に履いていた茶色のポーラーフリーセーター、赤いズボン、えー、ディズニーのスターザンのスニーカーを含む部分的な人間の、えー、遺体を発見したこれね、あのー、実際にこの第一発見者2名が、えー、テ,レあテレビとか YouTube に登場してます <laughs>、ね。これ何度も言ってる通りに 第一発見者が疑われる、親が疑われる、ね、そのここで言ったらクリスチャンの,そのグループが疑われる、えー、最終目撃者の両親2名が疑われる、ね、疑われるのは同じなんですよこ。別に小倉美咲さんのお母様が疑われるのはこれ自然なことなんです、残念ながら。ね、だからそれを晴らすためにいろんなことをアメリカはしてメディアで言うわけ。で、この人たちも出てきています、第一発見者ね。 それと逆のことをしているのが、X あの、発見者 X ね。発見者 X は逆のことをしてます。<laughs> 日本のメ,メディアね。隠そう隠そうとしてるわけでしょ。<laughs> だから怪しい。逆に怪しいでしょ。で、これ、あのこの人たちが、えー、フリースのセーターとか一気に見つけたっていうふうに書いてますけど、これ実際この人たちが登場して言ってるのは、ね、靴を最初に見つけたの。さっき言ったね、靴を最初に見つけたの。 あのあの靴を最初に見つけた、これ歯の骨ですけど、<laughs> この靴ねこの靴を最初に見つけた、どこで見つけたかというと、おそらくですけど、ここで見つけてます、これ、これね、<laughs> これ、これ、まあ、枯れ沢よりやばいんですけど、 これ3歳の男の子が登ったか登ってないか、えー、人を含む動物が運んだか運んでないか、ね、の議論になってるんですけど、ねえー、いずれにしろ人を含む動物ですしろ動物ですしろ、えー、これは枯れ沢よりやばいでしょこのガレバは。ね、<laughs> ということは枯れ沢っていうのは、えーね、も,っとも,っともっと歩きやすいというかもっと歩きやすいんです。実際はね。で でこ,こ,に <laughs> ここに靴があったんです。だからこれ、登る前の <laughs> 手前のこういうい岩場に靴があったの。岩場に靴が。登る前っていうか,、まあだから、ご遺体のすぐ近くにあったような感じで言われてるけど、こ,この多分斜面にあったと思うんですよね。で最初に見つけたのが靴だ。それ、本人たちが出てきて言ってるんです、ねで。その 靴,靴を見た時に感想としては誰か男の子靴を落としたよと、ね、そんなところに男の子の靴があるんで、ね、だからしかも綺麗なんでここ重要です綺麗に見えたからこの人たちは綺麗に見えたからまさか、ね、あのあのその靴自体があの男の子の靴だからそれは、ね、成人男性とかの靴じゃなければねあの えー、やばいことでしょ、靴だけあるって、男の子の子どもの靴がそこにボロっとあるってことはやばいことでしょ、事件かもしれないし、事故かもしれないし、やばいことなんだけど、あまりに綺麗だったんで、近くにいると思ったのよ、その男のだから叫んで、おいとかってって、靴を落としてるよみたいな感じで、えー、誰かいるのかみたいな感じで言ったらしいんです。ね、これ、ここにはないけどね。そ,れ <laughs> そしたらば、ね、いろんなものが出てきたから、で多分骨とかも見つけてないよ、多分おそらくね。 ほとんど見つかってないんで歯と頭蓋骨しか見つかってないんで、ね、だから、あのーうん、とこの人たちが見つけたんじゃないですったら、ね、その多分あのー、服とかがあったんでええその終わった後に <laughs> 多分で連絡したんですよ、ね、当局に通報され探したところ、えー、骨が出てきたってこと <laughs> だから物があっただけなんでだから ね、最初は誰かがいると思ったわけ、でもいない、探してもいないものがある、だから当局に通報した、通報したならば3年前に、まあ、3年半、大体4年ぐらい前に、あの男の子がその場所付近で失踪しているということが後で分かったのよ。だからあの、あの骨を探すあのボラン捜索ボランティアと違うのよ、この第一発見者は。 美咲さんの場合は、ね、美咲さんの中の寺係を探そうとして人,人が、えー、見つけたという手でしょ <laughs>、ねね、それ骨を最初に見つけたわけでしょさんの場合こっちの場合は靴を最初に見つけたの。そしてその靴は、ね、きれいなの。美咲さんよりも経過してるんだよ、時間が。<laughs> ね、しかも多分、うん、美咲さんの,あの場所は。 靴の場所は不要度に隠れていたし日光が当たらないので劣化は水だけだと思うんです。よね水とあとは酸素に触れるかどうかでかなり違うと思うんだけど劣化具合が非常に少なかったと思います。みさきさんの方は。こっちはオープンだから雨に当たるは雪が降るのかどうかわからないですけど雪に <laughs> 当たるは雨風に当たるわけここね。だからさらに劣化するはずなんです。なのに これを最初に見つけたのこれこれその人たちが最初に見つけた状態がこれ靴ここ,こ,こで骨は見つかってないこれより上か分からないけどその周辺で服ないでしょだ靴だけがポンとここにあって誰か落としたよみたいな感じでね私はこれ普通に3年とか4年ぐらいでこんな感じじゃないのって これ、綺麗だっていうか劣化して、劣化してるよねって思うんだよね。ね、これ、後で分かるんですけど、この紐が結ばれてないんですけど、紐は結ばれない状態で、その3歳の、えー、ジェイド君も結べないジ、ジャリット君も結べない状態で履いてったらしいんです、ね。それが、あとでポイントになってくるんですけど、だから、靴がきれい、えー、あのきれ劣化してるっていうのは、ねあの、あれだからね。 あのメディアがわざとそういうのを出してるだけだからあんまり気にしない方がいいと思う、ね、そその人の主観だからそれ <laughs>、えー、で続きいきますか、えー、当局に通報されさらに捜索したところに、えーにんえー、人間の何、えー、つうのこれ何歯っていうの <laughs> まあまあ歯と骨折した、えー、人間の人間の 頭蓋骨,骨折したっていうかこれね一部頭蓋骨の一部です一部だけど結構大きいですこ,これぐらいの大きな破片で3歳でも、ね、で小倉美咲さんの場合はその頭蓋骨がどれぐらいの大きさで見つかってるのかわかんないから <laughs> 当時の DNA 検査では、えー、遺体はジャリットの、えー、あだい大体わかんないこうこういうやつでしたっけ かなり小さくなったやつですけど実際はじゃあ他の、ね、大きめの骨はどこに行ってるのかっていうふうになるわけ<え>これもこの2つしか見つかってないです歯と出てくるかな歯,歯と,えっと、ね、頭蓋骨はさすがに他のこの YouTube にやんない他の YouTube にあるこれ歯ねこれ歯 <laughs> これ歯あの緑の、えー、やつの 右側にあるのが歯これと頭蓋骨はかなりでかいです。ね、で、これ木の,木のところから見つかったって。木の、口果てた木のところから、えー、それが見つかった。靴は違うでしょう。靴は違う場所から見つかった。で、ここ、ここっつってます。これ。ここ、ここから見つかったって。斜面、斜面から見つかった。 当時の DNA 検査では遺体はジャリットのものである可能性が86%であるかが判明し、より現代,の D 現代的な DNA 検査では遺体は100%ジャリットのものであることが判明した、えー。アリン・アタデロは遺体を埋葬または仮葬する代わりに <laughs> それらを保管することを決め、ジャリットの古い寝室をジャリット・ジャリット のための神社とし失踪前と同じ全く同じ状態にして、えー、頭蓋骨の破片をジャリットのお,お気に入りのおもちゃや、えー、持ち物の上に置いたアリンによると私は心はが安らかでいつかジャリットにまた会えると分かっています彼を見てジャリット何があったのと言うでしょう私は彼は私を見てお父さんそれは本当に重要なことなのと言うでしょう あリンの出版されたあお父さんが出版した本の中のことなんです。でお父さん自体が YouTube に出てきて、この骨を,骨を見せていますで。その頭蓋骨は四角くこう切り取られて、その四角く切り取られたところがそのピューマとかそういうやつの専門家専門家の人たちの鑑定とかに回ってます。DN 鑑定要は えピュ死因を特定するためにその野生長女にやられたのかどうかどう、ねえー、その死後に、えー、そういうふうに捕食されたのかというのを徹底的に調べられたから頭蓋骨が切り取られてるんですよいやその仮想研みたいなところでねいやそれが帰ってきてそれをもジップロックに入れてこれは衝撃的だったんですけどジップロックの中にそれ入れてるんですよ、ねまあ、いいんですけどいいんですけどなんかその感覚がちょっと信じられないだから,あら アリンさんはかなりメンタルがいいあの今でもその取った当時が2015年とか分からないけどそれぐらいだと思いますけどね10年以上経っても多分そういう状態なのはメンタルそれは私も上の子を亡くした経験があるんで分かりますし離婚もしてるんでね一回離婚もしたことがあるのでその時のメンタル状態を考えればねあの <laughs> 分かりますがだけど だけど、えー、それ十何年経っても、まあそう、そうなってるのは分かるけど、であれば、ジップロックに入れ,る入れたままの状態にしておくかなって、ちょっとそこは私の感覚とは違う。ジップロックに入れて見せ、見せてくれてるんです、これは、YouTube にね。だから、靴も全部、全部、えー、アリンさんに戻ってきて、未解決事件なんだけど、全部戻すんです、アメリカね。で、それを、えー、ねあのま、まだ解決してないから、そのまま取っておいてるんですよね。 でそれを見せてくれるので、ね、私は普通にあの遺品の状態とかそういうのを見て <laughs> 多分おそらく三崎さんもこのような形で見つかっ,つかってるんじゃないかとでだからそれがみんな不思議がってるけど別に事件であろう事故であろうが不思議じゃないと思ってるわけ、ね、それは事件か事故かに見すべどっちかって判断しようと思うから みんながなんか不思議だ、綺麗だとかね、えーえー、ズボンがこれ裏,が裏返ってるとかいろいろあるの。紐がむすね解けたままである。ズボンが裏返ってある。紐がね、そのままの状態であんなところを歩くわけがないとかいろいろ出てくるんだけど、ね、それは事件か事故か、はっきり死因を特定しようと思うから、そういう疑問が出てくるだけであって、ズバリそのものの発見状態っていうのは、美咲さんの場合とほとんど同じ。しかも周りの動きもほとんど同じだから。 これね読んでいくけど周りの動きもほとんど同じ。<laughs> マウンテンライオンこの,この事件ではジャリット・アタデルはおそらくピューマであろう大型動物に、えー、食べ殺され食べられたというのが一般的な会見だがこの説をめぐる論争は根強い <laughs> アリンによるとコロラド州大型猫科の 猫科動物の専門家はピューマはまず自分少年の腹部を襲い内臓を狙ったはずだと彼に話していたがジャリッドのセーターにはそのような攻撃の痕跡はなかったというさらに、うん、少年のズボンは裏返しになっていたがピューマがそんなことをするは,はずもなくターザンのスニーカーにはわずかな摩耗、えー、が見られ引きずられた痕跡は全くなかったこのことからピューマがスニーカーを 壊さずにいい少年の遺体を山奥のそ,そ,こそこまで引きずることはできなかったことがわかる <laughs> って言ってるけどこれはあくまでド素人のとかもしくはねいろんな情報を聞いたアリンさんの多分証言なのよ、ね、だからピューマンは引きずった場合には靴が傷ついたりその不自然自然じゃない状態になるでしょってねああ結構丈夫,だ丈夫ですから摩擦痕とかそういうののでね <laughs> 引きずられても多分残らないよ あと専門家は、専門家は違うっつってんの。典型的な例と違うっつってんの。それは、あのお父さんも、えー、動画の中で言ってるから、だから一般的な見解は襲われたんじゃなくて、一般的な見解って専門家の意見を聞くでしょ、普通に考えて。一般的な見解は、マウンテンライオンが直接的な死の原因には関わってないっていうのが、えー、一応いあの、いろんな調査結果、だからマウンテンライオンの DNA とか出てきてないのよ。 だからお襲われて時間が死後経過してマウンテンライオンに襲われたんじゃないかというケースがい,いろいろあってその調査をした結果専門家はマウンテンライオンが死の原因に関わっているとは言えないっつって、ね、<laughs> 例えばクマであれば典型的にクマが人を襲って食べる捕食するときにはその典型的なパターンがあるんだけどそのパターンの例に当てはまっていないっつっ。 要はね巣の近くまで運んだり葉っぱをとかをかけたりするんだけどその典型的な例が見,見当たらないっつっ、ね、ク,クマとマウンテンライオン大体似たような感じだと思いますけど、ね、それがないっつってだから一般的な見解はマウンテンライオンに捕食されたっていうのはないんです、ね、であのう、ー、んと ねそ,そ,れをえー、それを説明するいろんな複数の条件を、えー、言ってるはずなんですけどそれの一部だけを多分切り取ってマウンテンライオンの,その,、えー、専門の獣害の専門家じゃない人が言ってるから、えー、人こ,人この人がこういうふうに言ってますよっていう話だけだからあの一般的にはあの否定されたってこと。 研究の結果だからね、頭蓋骨を切ったりとかして、いろいろ調査してるはずなの、の状況証拠とかね、そこの,そのえあれの生態とかを調べて、過去の事例とかから否定されてるの、一般的な限界では否定されてるの。そうは言っても、最初の捜索では、ジャリットの足跡の横でピュ,ーピューマの足跡が発見されていたアリンは、 アリン・アタデロによると捜索隊は彼の足跡に向かって降りてくるクルーガーの足跡が発見したがクルーガーの,あクーガーの、えー、足跡と、えー、小人の足跡が重なるところでは子供の足跡は消えていたこれはね <laughs> この足跡自体がどう,どういう科学的操作をされたかが一切分からない同じ <laughs>、ね、小倉美咲さんの足跡らしきものと同じなんですよ 本当に足跡だったんですか、ね、彼の足跡っつってるけど本当に足跡だったの、ね、でそれとそれとはこうなんかねこれだからある意図をもってしてマウンテンライオンに,やピ,ュンにピューマンにやられたということを裏付けたいが、えー、人がそのいろんな状況消去からそういうふうに言ってるだけじゃないの。っていうことだから美咲、えーま、さんの足跡らしきものを、ね、私が使った仕掛けと同じなの。こ 仕掛けてるるる人ががいる可能性があ美咲 <laughs>、ね、さんのものかもしれない、これはね、ジャリド,ジャリド君の足跡かもしれない、ね、かなり高い精度で分、えー、かってるのかもしれない、ね、クーガーの足跡かもしれない、だけど、ね、それとそれがこう一緒になったからっつって、ね、<laughs> マウンテンライオンにやられたという、その専門家の意見を、専門家が調査した意見を覆すだけのものにはなってないんです。 でもそれにすがりたいんですよ。死因を知りたいから。<laughs> みんなね。アリンがこれを述べた当時、ジャリットが滑って転落し、岩場に引っかかって凍死したか、えー、転落により死亡したという別の説もあった。この説は当局によって完全にありえないと考えられているわけではないが、大部分は否定されている。<laughs> ね。 これも全く一緒でしょ低体温とか滑落とか我々がね。私はだから最初は低体温じゃなくてえ滑落。滑落場所はここじゃないかという仕掛けをやってたわけ。想定ね。<laughs> これは否定されてないんです。そもそもが <laughs> <ね>。<laughs> 全部。全部否定されてないの。 このマウンテンライムも指定されてないんだよ。でも、一般的な見解ではないんです、今のところ、ねで。転落も、えー、いあのいあの <coughs> ジャリトが滑って転落して、滑ってっつうか、そもそも標高上がってるんだから <laughs>、ねで。どうやって上がったのかで、だからこれあの、まとめる人がよろしくない、これね。よく調べてない。 だけど、だけど一つ言えることは、美咲さんを取り巻く状態と、えー、このジャリット君の取り巻く状態はかなり似てるんです、その後も周りの反応も。ね、だから私はこれ、2年ぐらい前にこれを取り上げて、かなり似てますね、周りも含めて。ね、だから、それ自体が不思議じゃないの、全然。ね で転落説を持ってくる人も不思議じゃないし、えー、低体温説を持ってくる人も不思議じゃないね。あのオメガっていうやつは、ね、低体温だって最初から言ってるって最初誰も何も、ねえー、情報がない状態から言ってるわけだよ。だから根拠なくして、えー、あの最初から言ってることを覆してない。 ね、ブレていないっていうわけでしょ、ね、ブレていないのを最初から言ってる時には情報がない中でいブさってないわけでしょってことは根拠レスのことを言っている、ねえー。オメガは根拠レスのことを言ってるから、節穴が100%事故だって、節穴チャンネルっていう人が、えー、あの100%じ事,件だと事件だと言ってるのと同じレベルなのよ。根拠レスで言ってるわけでしょだそれはブレてないことを良しとしてるわけ。彼らは。<laughs> ね、違うんですよ。いろんな情報が分かってきたり、 ともともほら昔もこういうことがあったでしょって同じ人間でしょ、ね、いろんなことがあった時には <laughs> 人間の考え方って変わるわけでしょだから私も滑落から、えー、低体温低体温からもし足跡じゃなければ、ね、科学的には検査されてませんから足跡じゃないという可能性であってるわけでしょで足跡じゃないなんか、まあ、信じ99%信じてるけど科学的には否定される可能性否定された場合には事件じゃねえのって言ってるんだから私は。 変わってくるわけこの場合だったらこうなるしこの場合だったらこうなるよっつね拉致 <coughs> もう一つの説はジャリットが何者かに誘拐され捕らえられて殺害されその後少年の衣服は処分されたというものであるこれは人間がズボンを裏返しにできたというメモによって裏付けられているこれ,これ直訳だから意味わかんないズボンに損傷があったのはネズミや えー、鳥が近くの巣にー織り込むために大きな、えー、布地を引きちぎったためだった、えー、家族や友人が尋問されたが <coughs> 少なくともアタデロ一家が直接知っている人物がジャレットを釣り去ったという証,証拠は他になかった。だ <coughs> <coughs> ズボンが裏がっている、えー、紐を結んでない靴紐を結た、3歳で結べなかったから、その紐をむ結んでない靴で登れるわけがない。てか、そもそもが、ね、靴は結構比較的下の方で見つかってるんで、おそらくね。だから、あの骨が見つかった場所には、裸足で行ってる可能性あるの、そもそもね。<laughs> で、ズボンが裏返しになるのは、本人が脱いだ可能性があるしね。ね その異常行動に出た可能性があるが低体温でね <laughs> いやそうなった場合には服につけられてる傷がマウンテンライオンとかの傷がない、えー、けれどもねその時はもう裸に自分で自ら裸になっていてマウンテンライオンに捕食されてるかもしれないお亡くなりになってからねだから全く分からないのもう骨がないんだからほとんどがね三崎さんと同じ骨がほとんどが ほ,ほとんどの骨が見つかってないで衣服は見つかっている状態で見つかってないのはシャツと下に着てた肌着シャツと多分パンツですシャツとパンツが見つかってないです <laughs> ズボンは裏返しになってボロボロになってるそのボロボロは、えー、小型下肢類の,その毛とか DNA が見発見されているってだからそれも科学調査にかけられているのでそれは人為的に あのボロボロになったものじゃなくて自然劣化動物を含む自然劣化と見られている <laughs> ジャリットであると主張、えー、アリン・アタデロはジャリット自身を名乗る男から嫌がらせを受けアリンはこの人物に対して接近禁止命令を出した接近禁止命令に違反したため男は逮捕されジャリットの、D、遺体の発見と DNA の一致により男の主張は無効となり、えー、当局は男が精神疾患を、えー、なんだ <laughs> にかかっていたか <laughs> 煩わっていたかというのか,か、えー、何らかの注目を集めようとしているとしたと見ている2022年、えー、現在この事件は公式には未解決のままである <laughs> 変なやつが出てくるってことね <laughs> 変なやつ出てきたでしょ、ね、変なやつが出てくるのは ねジョン・ベネさんとかと、えー、ジョン・ベネさんでしたっけあのー、ねジョン・ベネちゃんとかの事件とかとこう絡めてセンセーショナルに衛星中継用の車17台とかですからもう何百人っていう人がその現場に行って報道過熱報道したからでしょねだから、えー、本来であれば知らないね、えー、人知らないのにあのなんていうか えー、そういうふうに報道することで知って知ると、えー、情報が、えー、勝手に解釈するから、えー、変な人が出てくる、ね、勝手に解釈した結果ああアリンあジャリットは私ですという人が出てきた分 <laughs> かりますか <laughs>、ね、それから,だから見つかる前だから3年間の間で4年間の間で出てきたんでしょうね,ね <laughs> わかんないけど3歳、3歳、3歳の男の子なのに、ちょっと大きめの人が出てきたのかな、わかんないけど。逮捕したっていうことだから、結構成人じゃないの。3歳の、私が、私がジャリットですとかっていう変なやつが出てきたんでしょ。だから同じでしょ。大体三崎さんの件と同じで変なやつが出てくるんですよ。そして、他の失踪事件と絡めてくるやつが必ず出てくるんです。JJ チャンネルさんとかね。JJ チャンネルさんとか絡めてくるでしょ。ね あの南朝芽さんとか、えー、なんでっけあの長野の、えー、子とか、ね、絡めてくるの、JJ さんとか。ね、いや,いや関係あるかもしれないよ、ね。関係あるかもしれないけど、その関係あるかもしれないやつが、ただ顔が似てるですとか、ね、似てないって全然、私からしたら <laughs>。似てないって全く、ね。全然似てないのに絡めてくるんです、ね。だから変なやつが出てくるんです。こういうい まあそういうことですね。であの、いろいろ調べれば、この遺品とか見つかったもの全部、あ,のあれですあので。これちょっとあんまり、あんまりあれですね。あんまり詳しく載っけてない、ね。他の YouTube だともっと詳しく。たまたまこれ今開いたなぜこれ開いたかっていうと、現場にはちゃんと注意しなさいよっていうのができたのよ、これ。できてるの。ね、た多分最初からじゃないと思いますよ、これ。 このか年代からすると結構新しいんで、ね、あのこういう事件があ,るあったのでみんな来るんで、ここに。これ有名なのでみんな来るのよ、ここに。で、YouTube とか撮るのよ。だから、あのこういうものを建ててるんですよ。だから注目されてるから、そういう配慮をしていますよという、ね、えー、ことでしょで。特にグループ、グループで行動して大人がいっぱいいると、えーねえー、あの子供を見てるもんだと、ね。自分の子供を ですら注意散漫になるのにこの時はそのグループの、えー、宗教団体か分かんないけど宗教団体のそのグループの人たちはあのー、見てなかったわけでしょ子どもたち見てるようで見てないという状態、ね、で目撃した大人がいるんだけど、ね、なんであなたたち、ね、子どもが1人でいるのに、えー、何もしなかったんですかっていや普通に近くにいますし、ね、いたっていうのは分かるしねね。<laughs> ね その人たちが見てるでしょってねだからそういうふうに思ったよってその近くだからねかなり近くでしょ <laughs> 多分10メートルか20メートルくらい標高低いところに行ったっていうんでまあ距離にして多分数十メートルでしょうだから多いって言えばすぐこういう届くぐらいまあね木とかで見えないかもしれない多いって言えば、えー、届くぐらいねだから その最終目撃者の人たちも、えー、漁師さんたちもかなり、あのー、言われてたと思うんですよ。ね、<laughs> あのいあのなんで,でおいたちが犯人じゃねえかみたいな絶対言われてるはずだから、あのー、素直に警察のやつに応じその警察に応じたやつを未解決事件でもちゃんと言ってるのよ、世間に。ね、日本は逆でしょ。 ね、事件があるからみんな言わないでくださいって言ってるわけでしょそれっていうのは初動捜査とか、ね、えそういうものがを責められるのが嫌だからなんですこれ責められたという実績があるんです、ね、そしてこれ、ね、こう正直なことにアメリカの UHO ぶっ壊してるんだこれわ、ね、かりますかアメリカ人行からないといけないのよこれねなんで助けに行った人たちがヘリコプターぶっ壊してるのってなるからわ、ね、かりますか数十億円かかってるのこれ。 男の子の失踪、たった一人に、数十億年か分からないけど、もう100億とか分からないけど、UH-1 ぶっ壊してるのよ。ね、下手すらこれ、人死んでたの、これ。ね、分かりますか ?UH-1 飛ばしてるのよ。分かりますか陸上自衛隊 UH-1 飛ばしてるんです九90時間後か分からないけど、かなり時間経ってから。ね、これは、その当日だからね、当日もしくは翌日だからね、夜中中やってんだから。 ね、日本は90時間後にやってるわけでしょ、だから普通であれば90時間後にやったこと自体が非難されないといけないし、ね、UH1 飛ばしてる時期が間違ってるんじゃないですか、自衛隊の捜索範囲が間違ってるんじゃないですか、ね、その時期間違ってるんじゃないですかって言わないといけないわけ、普通に考えて、ね、この事件と、ね、比較してで、それを当然内閣とか自衛隊の人たち知ってるのよ、<え>この事件だって知ってるの、UH1 ぶっ壊してるの知ってるのよ。 ね、私が今まで YouTube やってきて、えー、このチャンネル以外でも100までいかないですけど数十のチャンネルを立ち上げてかなりの動画を作ってきましたが、まねあのーまあ、ほとんどが死んでますけど、えー、収益化も、えー、こ,これしか収益化されてないから他のやつもほとんどしあの死んでますけど、まあ <laughs> ね、収益化さ,されないぐらいしか再生されないのみんな興味がないから、ね、例えばイージス・アシアンの件とかも、ま、みんな。 興味がないから、興味がないから再生されないんだけどね、その中で、でも出してきたの、世の中に出してきた中で、唯一削除されたのが UH1 の写真だって。その UH1 の写真はフリー素材。フリー素材の上で、その UH1 とい日本の UH1 じゃない <laughs>。アメリカ、アメリカの UH1 くねでしかもそれフリー素材。なのに、 ワウワウという会社もしくはワウワウという会社を装、えー、った誰かが消したたった一本だけ、ね、ワウワウかもしくはワウワウという会社を装った、えー、例えば、えー、N シンなのかもしれないけどわかんないけどねだから、まあ、敵いっぱいいますから誰かが消したんです一本、ね、UH1 の話はされたくないんです、ね、この小倉美咲さんの件で UH1 はされたくないの ね、UH1 ののがぶっ壊したとかという話もみんな知ってるの上の人たちは上層部はね UH1 はどう,いうどういうものを発見できるかも全部知ってるわけで,でイギリスとかアメリカとか、ね、国際的には失踪当日にヘリ飛ばすっつ、ね、失踪当日にほぼ,ほぼほぼヘリ飛ばすんだって特にこういう児童とか幼児童ねでね日本に関しては5日とか経ってから。 <laughs> ね、5日とか取ってから熱探知系のヘリとか飛ばしてるわけでしょ。ね、でまあ大概外が飛ばさないのそもそもがねそ。そのこと自体がだからアメリカなんてヘリ墜落してるのにねそれ正直にちゃんと言ってるわけねその,その人もこの,この子を、えー、あの見つけてやりたかったって言いながら2017年に退役してんだから。 じゃあそ,れそれまでの間は普通に勤めてたんでしょみたいな。<laughs> それまでの間は普通に勤めてたんでしょみたいな。ちょっとね、ちょっとなんか、最終的に美談にし,してるような雰囲気にしてね、精神的にちょっとやられて17年に退役したって言たけどこうい、この失踪事件に関わったからその人がメンタルいかれたんじゃないでしょみたいな。<laughs> 他に何か家庭のこととか職場のことでいかれたんでしょみたいな。 軍,軍隊なのか捜,査の捜索の人なのか知らないけどシードさんなのかはちょっと忘れましたけどねまあこの役がこのイクペディアがどういうふうに形でやってるか分かんないけどこれはかなりかなり違うけどまあ大筋は大体同じで大体が三崎さんの件と大体同じだっていうのは分かったでしょ、ね、みんなねだからあの何ていうかその 靴が新しいからとか、自然な形で埋められているとか、枯れ沢は探したとか、全部主観。これもね探した探したって言ってるけど、カメラと GPS データないんですよ。今は一部の州ではウェアブルカメラをつけたり、GPS を持った無線機を必ず装備してるんだよ、警察官の警察官がそこに行って探しましたっていうのが電子的データとして記録されるんでねだから、 まあさ,されないかもしれないんだけどね、一部の州ではされないかもしれないけど、今やね、捜索に入った人たちが探したっていうのが嘘かどうかがね、わかるわけ。で、探したかもしれないけど、目の前にいるんだけど、見つけられないっていうケースってあるんだから。ね。だからそ,そういうケースなのに、同じなのは、警察犬が見つけれなかったということと、えー、探したって何回も探したっ,つってんだけど、ね。あの <laughs>、 その探したときは確かにいなかったかもしれないし、ね、動き回ってる可能性はあるし、ねで、いつ何時どういう形で探したかという記録物が一切ないんですで2000。1999年は分かるよ。だけど、ね、2019年において、捜索ボランティアの民間の人たちがこれだけ記録残してるのに、ね、自衛隊と消防団と消防と警察が記録残さないっていうのが変。もし残してたとしたならば言いなさいよでしょ。 多分記録はいくらかあるんでしょ言わないんですよ。それは、ね、事件の可能性ございますからでしょアメリカは違うんですよ、ね。そういうふうに言っちゃうと、どこまでも行くから、ね、なるべく情報はオープンにするのよ。ね、自分たちに非があるかもしれない。ヘリコプター墜落したなんて軍の、軍の非でしょうそれ、ねね。何十億円という税金を無駄にしてるわけだから、その瞬間に、ね。でも、誰も責めないよ。だって言うんだから、ちゃんとオープンにして言うんだから。ね、オープンにしてっていうか、ね、あのー 放送するわけだからだからその人たちも別に遊び半分でふざけていったわけじゃなくて命がけで探してたわけだから、ね、夜中とか飛ばしてたわけだから、ね、それに比べたら自衛隊のあれって何って感じわ、ね、<laughs> かりますか、ね、自,衛隊自衛隊の実際行った人たちを私は一切避難してない自衛隊のその人たちに命令を出した人とおよび、ね、あの長田村長が72時間たってから あの山梨県に言ってるでしょ長田村長の判断とか、ね、<laughs> このケースからしたらもう完全に長田アメリカだったら長田村長かなり言われてるよ悪いけどねなんでひアメリカだったらつかこのアデテル君のアデテル君つか、えー、ジ,ェジェリット君のジェリット君ちょっと分かんないけどのお父さんだったら、ね、多分長田村長にかなり言うからね,ねなぜヘリを する要請を72時間とか経ってからやってるんですか息子はもう冷たくなってるでしょって、10月2日なんだからこれ、ね、三崎さんだったら9月21日で同じでしょで、冷たくなってる可能性があるんだから、なぜ当日に自衛隊に言わなかったんですか、災害だと思ったらっていう話が。 で逆に言ったらば遅く、遅く派遣されたことによって、その辺が世間にはめちゃんこ調べられたという、ね、調べられたからこれは事件なんじゃないですかって思うように、えー、思われちゃいますよっていう、ね、逆に言っちゃうと思うよ、多分この JTUK の,のアデトロさんは多分言っちゃうと思いますよ。アタデロさんは、多分そういうふうに言っちゃうと思うよ。自衛隊自体がパフォーマンスに使われてますね。機動隊の同志ダム潜水がパフォーマンスに使われてませんかって言っちゃうよ。多分非難するよ。 それは本当に、えー、うちの息子を探すためのやつですかって多分言っちゃうと思うよ多分ねでも日本人は違うでしょありがとうございますありがとうございますそう自衛隊も探してありがとうございます一生懸命やってくれてありがとうございます税金で我々のお金を出さないけど税金でやってくれて、えー、ありがとうございますっていう感じにな見,見れちゃう見,見れちゃうのよ逆に言っちゃうとねそんなことは思ってないんだよ 小倉美咲さんのお母様とかグループはそんなことは思ってないけど見れちゃうんですよ、ね。自衛隊とか機動隊の同志ダムの潜水とか避難しないのが見れちゃう。ね。同しダムの潜水は遠回しに立教大学教授の、えー、村田次郎さん避難してるからね。遠回しに なんでこの時,代時間帯でね、同、えー、士ダムをね、そのダムも開放して流してやってんのに、23と24、天候が悪くなって、雨降って増水して流してやってんのに、ね、なんでこの時間帯に同志ダムに潜らせるんですかって話ね。そういう,うと、オメガというテレビっ子はね、えーあのあニュー、ごめんごめん、オメガというニュースだけテレビっ子はね、 あのそれは、ね、誘拐を考慮した場合の潜水じゃないですかっていうのねで誘拐を考慮したんだったら、ねえー、あのそもそもがテレビで映しちゃいけないでしょ、ね、こっそりやらないとでそこに捨てたと思ってんだみたいな感じで犯人見てる可能性あるわけでしょテレビに映しちゃだめなんです誘拐だったら。 ね、だから私はパフォーマンス創作しかありえませんよねっていう動画を作ってるんですけどテレビっ子オメガみたいなやつはちょっと頭がねちょっとやっぱね最初から低体温ですって根拠なくずっと言ってるから、ね、変わらないからいくら情報入ってきても全部受け付けないわけでしょその人たちはねだから自分の考えを他の情報を摂取したことによって変えない人たちなんですよそういう人たちは変、ね、えないことが、ね、すごいことだと思ってるわけそういう人たちはね, <laughs> ね違うでしょね ど同しダムの潜水っていつやったんですかって、ちゃんと見てね、私の動画を。何時何分にやったんですかじゃあ、そのダムは放流してないんですけど、放流してるわけでしょその何日か前に、2回も、ね。2回か分かんないけど、やってるわけでしょでそして、立教大学の教授の顔と名前出している、そういう出す情報に嘘はないだろう嘘。意図的に嘘はつかないだろうなっていう人が、な、ね、んでそこ,をど、ね、そこを潜水するぐらいだったら、ここ潜水した方がいいですよっていうのを言ってるわけね。そこをやるぐらいだったら。 ここをねわ <laughs>、ね、かりますかじゃあそれは誘拐であったってそこでしょオメガいい同志ダムじゃなくて立教大学の村田次郎さんがここじゃないですかって言ってる方でしょだから遠回しに避難してるの自衛隊と自衛隊はなんで林道終点までしか来ないんですかって遠回しに自衛隊とあの機動隊の同志ダム潜水を遠回しに立教大学の村田次郎さんは避難してるんですけど本来であればそれは。 ね、親とかグループの人たちが言うべき内容なの表に向けて、ね、本来であればなんでその時間帯にそういう捜索してるんですかって、ね、いうのそれパフォーマンスじゃないのそれ我々の税金が使われてるわけですよって、ね、私どものために使ってるかもしれないんですけど国民が納得いかないんじゃないそういう適当なことをしてたら、ね、それ何のためにやってるんですかって言ったら事件事故 50%, 50で未解決に持ってくためだけなの私が。 でそして初動捜査はちゃんとしてました。ちゃんと捜索してます。めっちゃ捜索してます。感を出すためだけにやったやつ、ね。それはアメリカだったら多分怒るよ。アメリカ人だったら。ね、国家賠償法だよ。多分アメリカだったら、ね。アメリカだったら国家賠償もんだって。多分、ねねだ,からそね、だから訴訟になるかもしれないから裁判で、ね、まず訴訟を起こされたくないからある程度情報開示すんだよ。アメリカは。多分ね。 わかかりますか第一発見者は必ずと出てくる、えー、親も出てくる、見,見つかったもの全部出す、ね、みんなに見せる、ね、<laughs> 漁師さんとかも多分で出てくる、ねあのー、性犯罪歴ある人だって出てくるんだから、日本じゃ絶対考えられないでしょ、性犯罪歴ある人が疑いかけられたら出てくるのよ、ね、ある程度だ、訴訟を起こさせないためにある程度やって、もし訴訟を起こしたら、肝のところは出さないわけ。 多分ね、裁判上の肝のところは一切出さない。防犯カメラの映像とか、ね、N システムのやつとか、そういうのは一切出さない。だから探した探した言ってる中で、GPS とかそれを、えー、持っている人もいるかもしれない。もしかすると、写真とか、当時のね、当時の、GPS はないかもしれないけど、当時だからね、写真とかビデオカメラの映像がある人が、あるかもしれない。ね、<laughs> まあいいんだけど。はい、そういうことです。以上です。